さわっちゃさんお疲れ、ヒロさん、あ、黒子トイレした、中田さん、バラ、浦部さん、アイス、マルさん、シュンボーさん、 NT さん、ハート、 G2 さん、レインボースター、カズッチさん、マリ、ヨシーさん、バラ、カズノシンさん、テンニョ、コウさん、マリ、ありがとう、カキヒロさん、ハート、シュンさん、お疲れ、クロさん、お疲れ、モリモリさん、かわいい、ありがとう、ロスゴルペアドレスさん、レインボースターじゃなかった、ペンライト、山猫坊主さん、クアドリさん、アイドル王、ありがとう、クックさん、花束、フレーベさん、ラブレター、稲垣隆博さん、ラブレター、ひろっちさん、バラ、いっくん、お疲れ、アルテミスさん、ハート、山猫坊主さん、ライバー王、玉子豆腐さん、アイドル王、ありがとう、カズノシンさん、レフトさん、かわいい、ありがとう、陣内さん、お疲れ、ワウワウさん、お疲れ、マルさん、ハート、カズノシンさん、かわいい、あ、これ読んだかも、読んだ、あ、待って、愛媛のカープ男子さん、コバン、アオイさん、マリ、キムさん、かわいい、ありがとう、ノギンさん、ハート、山猫坊主さん、めっちゃかわいい、ありがとう、エジリン、ノギンさん、ハート、ありがとう、陣内さん、カズキさん、バラ、ジッツさん、真空圏さん、ダルマ、スタメンさん、花束、ありがとう、コウさん、お断りです、藤岡猫にゃーさん、ハート、ひろちさん、マリ、トニーさん、花束、カズノリさん、ロデムさん、ナポリン、センパチさん、ハート、ありがとう、カメさん、テンニョ、ありがとう、大吉さん、かわいい、ありがとう、ミキヤくん、バラ、カズノシンさん、レインボースター、大吉さん、アイドル王、鴨志田さん、ハート、トクリン、マリ、ありがとう、ジッツーさん、ペンライト、ゆちょさん、マオさん、ハート、ありがとう、マミちゃん、ラブレター、ありがとう、ヤスオくん、花束、サワッチョさん、レインボースター、ポンさん、アイス、陣内さん、ハート、ありがとうございます、釣り吉さん、マリ、ありがとうございます。早速あのバニラーニャのアバターゲットしてくださって、変えてくださってる方、ありがとう。かわいいね、このね、ショールームのトップ画像、トップ画面も変わってるので、あの把握お願いします。ハゼリのルームからどっか行ってミッションとか達成した後、あのパズルのルーム帰ってくるときに見失わないようにしてください。今日から11月末まではこのショールームのトップが変わってるのと、アバターも配布されています。よろしくお願いします。よろしくね。ジェクさん、マリ、ありがとう。福太郎さん、いいね、ありがとう。カズノシンさん、いいね、ありがとう。ぜひゲットしてください。でもあの私結構アバターが判断材料といいますか、お話し会とかで初めて来た方にショールーム見てますって言われたら、アイコン、このアバター何ですかって、名前とアバター何ですかって言って、その話で顔と名前を一致させたりするので、あのみんなの個性も大事にしてください。あと名前が似てる人とか名前が同じ人とかの判断もアバターで、あ、このアバターはこっちの誰々さんって判断するので、みんなあのアバター強制じゃないので、ぜひアバター結構重要です。アバターと同じ体験してます。どういう体型のアバター、これどんな体型、あー、まるまる、知ってる、まんまるってこと。コウジさん、ハート、ショーショーさん、ゲームギフト、エルさん、マリ、オリちゃん、ライバー王、サカさん、コウジさん、バラ、クラッシーさん、ハート、ダーソクさん、ハート、ミアンさん、ハート、ありがとうございます。Z さん、お疲れ、ありがとう。ミキヤくん、バラ、ありがとう。ありがとうございます。
昨日のタワーのお礼も本人登場したら読みたいと思います。本人登場って来たら改めてお礼します。マモさんお断りです。かわいい、ありがとう。ソイカラさん、ハートありがとう。やっぱバニラーニャかわいいな。バニラーニャ。ロエンさん、マクールさん、ハートありがとう。バニラーニャ、バニラーニャ。みんな、イモステレビ見てくれたかな。バニラーニャ。アバター今日から配布中にしとこ。猫アイス、おい、オッケーオッケーオッケー。福ちゃんお疲れ。コカジアさんお断りです。ロエンさんハートありがとう。 Z さんレインボースター。カンさんアイドル王、ライバー王ありがとう。ユスリザルさんハートありがとう。うん、インスタで紹介したアイス美味しすぎた。いやお礼ありがとうね。お礼文が来てた。ありがとう、見たよお礼文。お礼返信見たよ。私も今日買おうと思ったやけど、今日行ったスーパーにはなかったんですよ。張さん怖そうだった。でもあのさ、私があの日のロケの終わった後に私のファンの方に似てるって言ったじゃないですか。似てなかった。どうだった、どう思ったかな。いや私のファンの方なんか声が似てた。声なんか喋り方のトーンが似てて似てたんですよ。クロさん、パンダ先生、ミワヒナさん、マリ、マモさん、アイドルをライバーをありがとう。あるある NKYK さん、マリ、コウジさん、レインボースター、しんちゃんさん、アイドルをライバーを。カードの人ハートありがとう。一輝さん、マリありがとう。ジツさん、ダルマありがとう。ミキヤくんハート。マモさんお疲れ、尊いありがとう、ありがとう。共感してくれる人いそうだからちょっと、うわパセリのファン多分この人だなみたいな思う人いそうな気がするけど、どうだろうな、どうかな。カズノシンさんハート、ブルーマンさんレインボースターありがとう。天神で会食なる、天神、天神いるの、あれ鉄鍋餃子、それともなんか焼き鳥。天神やばいね。天神のご飯は何でもあるでしょ。カズさんお断りです。お断り、お断りです。今日は夜ご飯に油そばに行く予定だったんですよ、スタローと一緒に。したら曽太郎が今日ロケがあって、今生っていう広島のローカル番組のロケがあったらしくて、そのロケでまさかの食べる仕事だったらしくて、そうだからお腹いっぱいだから油そばまた今度にしようってなって、今日は定食を食べました。定食になった、美味しかったです。そう急遽なんかまたリベンジ油そばをしたいと思います。まだ先になりそうですが、定食食べました。いや丸みじゃない、私丸み1回しか行ったことない。丸みじゃないです。お妹さん今から見る、感想待ってるよ。明日から高松で2泊3日。わあ、2泊3日。お、花だれ、福フェス、四国の2泊3日ですか？もしかして。鈴木さん、ハートありがとうございます。
私は3日間香川で、明日から3日間 STU のイベントあるんですけど、私は真ん中の福フェスボリューム3に出演いたしますので、よろしくお願いします。何卒です、よろしくお願いいたします。明日はお誕生日会で司会する。はぁ、頑張って、上手に喋ってきてね。もう一番のメインやん、そんなん主役でしょ主役よ。カズノシンさん、ラブレターありがとう。アバターいただきました。バニラーニャゲットしてくれてありがとう。インスタップ楽しみ。わあ、確かにそうじゃん。高松はミニストップがあるじゃん。ミニストッピー。マリノミさん、マリ、ホリエモンさん、かわいい、ブルーマンさん、マリありがとう。教主さん、アイス、ビーディーマンさん、マリありがとう。ありがとうございます。土曜日は会議の司会で緊張。みんな司会してんの？すごいじゃん、みんな司会担当多め。上手に喋ってね。まず挨拶からだから、挨拶から始めるんだよ。こんにちは、こんばんは、何か言って、お集まりいただきありがとうございます。本日の会議は上手に喋ってね。すごいね、司会任されて。いつもなぜか忘年会司会担当。忘年会の司会とかもう大変そう。絶対みんな言うこと聞かんでしょ、忘年会とか。緊張をなくすことありますか？ない。私この前なんかメンバーの前で発表する機会があったんですけど、めっちゃ緊張してドキドキしてためっちゃ緊張した。でそういう発表系ね、緊張するんだよね、ドキドキしちゃう。前に去年の今頃かな、東京のね、高校全校生徒の前で言葉を全部紙とか見ずに闇バイトの危険性について語るっていう警察のお仕事があったんですけど、もう心臓バクバクしすぎて大変でした。もう何にも分かんなかった。もう何が何だか分かんなくて、いっぱいさ、前の日の夜から自分の言葉で喋ることまとめて、でこれは絶対やってくださいと言われた言葉の脳内に入れてめっちゃ頑張ったけど、途中どっか端折っちゃったんですよ、喋る方を、自分の言葉のところを。あーってテンパってた、内心。なんか顔には出さないように頑張ったけど、めっちゃ緊張しちゃった。岩田さん、ハートありがとう。ドキドキしちゃうよね。読売巨人軍さん、バラありがとう。ジンさん、バラありがとう。陣内さん、アイスありがとう。栃木のスーさん、お断りです。そう、緊張しちゃった。でもその時は終わったら、いつも厳しいスタッフさんがめっちゃ褒めてくださって、おい、褒めてもらったと思って嬉しかった。達成感があった。やっぱなんかしっかりしなきゃってめっちゃ思い詰めてた分、終わった後の解放感と、その褒めてもらった嬉しさはやっぱね、普段の何倍も心に染みましたね。だから司会も頑張って応援してますよ。そうなんだよね、こういうショールームとかもさね、みんなの姿が見えてないだけで、たくさんの方が見てると思ったら。そうなんだよね、不思議だよね、何なんですかね。普通にさ、全校集会してるみたいなもんだもんね、今も。不思議。
クレンパサランさん、ハート。持ち肌さん、マリ、ありがとうございます。ニシアン、ハート。壁長老さん、お断りです。テトリスファイブさん、レインボースター、ありがとうございます。ありがとう。そう、のびのび話してる。ショールームはパッチャン、パセパセ、ね、髪伸びたと思いません？切りたい。ちょっと切り、ここぐらいまで切りたいかも。去年の写真見返したらこんぐらいだった。切ってた、めっちゃ。なんかめっちゃめっちゃめっちゃに長いです今。ほら、画面外にある。切りたいぜ、切りたいでおじゃる。ちゃんとマネージャーさんの許可がいるから、許可が下りたらこんぐらい切りたい。いや、毛先切るだけでも切りに行くときは報告します。ちゃんと全部報告です。まつげパーマ行くときも報告、もう何でもかんでも、歯医者さん行くときも報告。もしかしたら急にさ、あの誰かの代役、誰か体調悪いから代わりに来てくださいとかなるかも。だからもし歯医者中に来たら大変じゃないですか。あーってした時に来たらさ、全部報告してます。今日は、あ、明日はとか、何日、 何月何日行ってきますとか言ってます。来週歯医者行きたい、歯医者ちゃん。定期検診もしたい。こんばんは。衣替えできた。衣替え、もうみんな同じに見える。もうアバターが、アバター同じで、みんなお揃いで、みんなみんなみんな。ヤマさん、アイスありがとう。ジャイアントコーンの色も申告お願いします。昨日は黄色でした。今日はチョコモナカジャンボです。今日から新しいパッケージのゲットしたから楽しみ。あの年末ジャンボのやつ、年末ジャンボパッケージになってて、新しいパッケージの時は買い時ですよ。みんないいですか皆さん。じゃあ今からチョコモナカジャンボのそのおすすめの買い方を教えるのでよく聞いてください。まず狙い目はそのパッケージが変わるタイミングですね。今は年末ジャンボに向けてのパッケージなので、その出始めの頃っていうのはやっぱり出来たてがこう流通し始めて、もう分かりやすいので、いつできたっていうのが、もう最近できたやつだっていうのが分かりやすいので、あのそれがパリパリ好きの方にはおすすめです。そしてあの今日その新しいパッケージを見て、あ、ここ最近のモナカがあまりパリパリじゃなかったのが多かったのはこういうことかと思って、その店舗側も在庫をさ、今は夏のためにいっぱい仕入れてた分を新しいパッケージになる前にいっぱいこう店頭に並べたいからそうやって出してたんだ。この店の裏にあったストックをこうやって出してたわけだ。ほうほうって今日やっと分かりました。なるほどねってなりました。なのでパッケージが変わったタイミングが一番パリパリです。ぜひ参考にしてください参考にしてくださいね。なんか私のファンの方にね、私よりもチョコモナカジャンボを愛する方がいるんですけど、その方にこの前お話し会で、最近なんかちょっともうなんかどうですかねみたいな言ったら、いや最近新しいパッケージ出てるからって言われて、でも私はその時私の近くのスーパーとかまだ 出てなかったんですよ、その新しいやつが。だからえぇ、そのなんか私のチョコモナカジャンボガチ勢のファンの方はやっぱ情報が早くてさ、すごいんよ。毎年熱量はねすごいんですよ、年中ね。
年中だけど特にこの新しいパッケージとかになるタイミング時もう早いんですよ。チョコモナカジャンボ2。レネスさん、ハート、キングさん、コバン、広瀬小一さん、マリ、しんいちさん、ありがとうスタンプありがとう、コロネさん、バラ、ナルシさん、ハート、ユウちゃん、バラ、文化キーさん、コバン、マサくん、アイドル王、ライバー王、ありがとう、おだしさん、マリ、おっさん、バラ、ありがとうございます、阿部寛さん、ライバー王、アイドル王、ケンジさん、レインボースター、サウロンさん、ミスターミッチさん、ハート、ありがとう、ありがとうございます、しんいちさん、お断りです、完成のまきさん、アイドル王、ライバー王、トシさん、お断りです、みつさん、バラ、ありがとうございます、いもけんぴさん、バラ、ありがとうございます、ありがとう、そう、めっちゃ詳しい人いるの大変助かっております、情報交換ができて助かっております、ミックさん、ハートありがとう、ガツンとみかんを箱買いしてる、箱買いしてるの強い、箱買いってどういうこと、待って、箱買いってもしかしてさ、箱ってそっちの箱ですか、ファミリーパックってこと、箱買いってあれかと思ったけど、どっちの箱買いだろう、どの箱買い、大量買い、パルムの新作7個買っちゃったの買いすぎじゃん、ちょっとね、あれめっちゃ美味しいね、私も昨日食べたんですよ、昨日のあのロケ終わって帰ってきてショールーム終わってから新しいパルム食べたけど美味しすぎてびっくりしちゃったね、こりゃ売れるわと思いました、ミックさん、マリ、ホリエモンさん、回復薬ありがとう、そらそよかさん、マリ、大吉さん、ライバー王ありがとう、焼き豚アイスさん、アイドル王、よさなこさん、お断りです、キングさん、コワン、ありがとう、ありがとう、ジェットさん、ラブレター、しんいちさん、アイドル王ありがとう、ありがとうございます、焼き豚アイスさん、お断りです、ふみあきさん、アイスありがとう、ありがとう、お、マイブーム、あずきバー、私マイブームなんだろうね、マイブーム、私のマイブームはクリーム玄米ブランかもクリーム玄米ブランずっとマイブームなんだよね、ここ最近のマイブーム、ここ 1,2 ヶ月ずっとなんかクリーム玄米ブランの普通のじゃなくてなんかクッキーサンドみたいなやつがあってね、それを冷やして食べるのが美味しいんですよね、そう、このこっち、このさ、このいろいろあるじゃないですか、これ、この80キロカロリーって書いてるやつ、オートミールって書いてる、これ、これです、この、このオートミールって書いてるやつが3個、3袋入ってて美味しいの、だからアイスを買い忘れたらこれで代用したりしてます、これがおすすめです、クッキーがしっとりしてます、この外ので、中にチョコクリームが入ってるんですけど、めちゃめちゃに美味しいです、オートミール、めっちゃきのこさん、アイスありがとう、 HK さん、花束ありがとう、これはコンビニもあるしドラッグストアとかスーパーにもあるからおすすめ、
でもこんないろいろ種類あるんだね、クリーム玄米ブランって。これが一般的、これが一般的なやつかな、よく見るやつかな、ノーマルかな。私はこのこれです、このカロリーシリーズってやつの、このチョコのやつがお気に入りでございます。おすすめマイブームです。しんいちさん小判ありがとう。キクさんアイドル王ありがとう。ガーナの箱アイス初めて食べたけど美味しかった。え、売ってた？あのパルみたいな私の好きなやつ。嘘、売ってんの？私の近くのスーパーはどこも置いてないんだけど、売ってんの？うっかりあんこさんお断りです。ガーナあった？嘘、ちょっとなんでですか？私が買い占めるからですか？隠されとんかな、もしかして。なんで、なぜ隠すな。ひよっちさんマリありがとう。一人一個までです。ちゃんと一箱だよ買うときは。ユアーズにあんの？じゃあユアーズに探しに行かないといけん。やだねこの髪型。やだね。半分ビスケットのやつよく見ます。そうなんですよ、それはね売ってるんだけどね、私の求めてるのは売ってないんですよ。そうだな、中尾崎さん中尾明さんじゃなくて中尾崎さん。でもすっきりする、これここが、このなんか顔周りにモサモサしてなくて、これ落ち着くけど首周りが逆にモサモサする、モサつきます、モサつき女。マフラーみたいマフラーみたいですか。いやマフラーの時期だよね、もうすぐ。今年コート、去年ね白いダウンジャケットを使ったんですけど、私があまりにもアイスをこぼしすぎて、最初は結構頑張ってさ洗濯したりしてこうやってつけたりしてたけど、あまりにもこぼすからもうちょっと追いつかなくなって、白いダウンジャケットはダメだって学んだんですよ。でもやっぱり白いダウンジャケット惹かれるんだよね惹かれるの。今さもう冬服とか売ってるじゃないですか、アパレル系のお店は。やっぱさこうダウンジャケットとかこうやって流れてきて、あ白が一番可愛いなとか、まあ水色もいいなとか思っちゃって、ね、でも私汚すからね、汚しちまいますからねって思って困ってる。ポストさんお疲れありがとう。ブルーマンさんアイドル王ありがとう。ハートもありがとう。今年のアウターはどうしましょうかね。去年使ったアウターは全部実家に持って帰っちゃったから。そう、そうなの。だからもう多分お母さんのになるので、なんかさ冬ってどんな服着ても結局外で撮る写真とかってさアウターじゃん、印象が。どんなに中可愛くてもこうどんどん前開けててもやっぱアウターの印象が一番に残るから、このアイドルの写真とか撮るお仕事上やっぱね、私は結構物とか長く使いたいタイプだけど、私もなんか新しいアウターをゲットしなくてはと思ってるんですね。でも何が何だか分かりません。
何が流行りかとか分からん。今日の昼配信で調べたけど、なんかサイトによって言ってること違くって、モーブピンクが流行りって言ってるサイトもあれば、ソフトピンクが流行りって言ってるサイトも、ブラウンって言ってるサイトもなんかいっぱいあって、あとバターイエローって言ってたけど、なんかさ、おしゃれな人が来たらバターイエローいいかもやけど、私が来たらさ、アイスこぼしすぎて黄ばんだみたいな思えるそうで、着こなせるか不安なんですだからちょっと悩んでるんだよね、今年の冬どんな服にするか困っちゃうよね。週末の高松35度らしい。え、暑くない？そんな暑いんです？そうなの？いや、私今日昼配信でさ、高松の天気予報を見ようとしたのに、なんか途中から全然違う話してたよね。あれ？おかしいな。高松の天気予報を見ますねって言った記憶はあるけど、調べたらこの履歴がない。私が今日調べた履歴は、昼配信の履歴は、空港トゥントゥトゥンと秋のトレンドとバターイエローしか調べてない。空港トゥントゥトゥンっていうのはトゥン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 ってやつのことでした。コメント欄でね、空港トゥントゥトゥンって来てね、なんだそれと思って調べたんですよ。したらトゥン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 のことでした。よく流れてるやつでした。スケオさん、高反発さん、バラ花束ありがとう。サノッチさん、ハート。ヨシカズさん、マリシイチさん、音符。ミキヤくん、ハートありがとうございます。アバターいただきました。もらってくれてありがとうございます。トリサブレーさん、アイドルをありがとう。ハトじゃなかった。鳥、何でもいいんかな。鳥、エミュー。昨日はエミューの話した。しのこさん、お断りです。ヤッホイさん、お断りです。おみかんさん、かわいい、ありがとう。ヨシーさん、ハートありがとう。ジーツーさん、ハートありがとう。ひびきさん、ハート。ゆたパパさん、かわいい、ありがとう。カモサブレもあるらしい。それありなの？ちゃんと許可得てるか？うかりあんこさん、レインボースターありがとう。まこばやさん、マリありがとう。ともひろさん、ハートありがとう。そう、白い恋人とかもさ、結構沖縄でも見たよ私。沖縄でもね、白い恋人のオマージュみたいなやつあったよ。大阪もあるよね。結構どこにでもある。なんだったっけ、沖縄の白い恋人みたいなやつ。沖縄なんかそういうのあるよね。あ、これだ、黒い恋人だ。黒い恋人っていう、これあの恋人じゃなくて恋人。恋はあの三髄の、あの濃厚の脳ねに、恋人、黒い恋人っていうお土産が売ってたよ、前沖縄行った時に。これはいいんですかって思いながら見た。でも買ってない買わなかった。面白い恋人、面白い恋人、あ、大阪のやつ。面白い恋人。若林さん、ハートありがとう。ヨシさん、ハートありがとう。ミキヤくん、ハートありがとう。広島はないんですか、白い恋人のオマージュ。広島なさそうだ。あった。ありました。広島の恋人だそうです。
え、面白い。なんか今検索したら広島の恋人とカープの恋人ってのがあって、カープの方はその恋人の恋がそのカープの恋、魚のあの恋、恋人だって。すごっ、これはかかってんね。いいね、広島の恋人やばいね。ブチ好きじゃけーって書いてる。あ、でもどこにでもあるのかな今。長崎、あ、ないかも。私さ、長崎帰るときにお土産屋さん見に行くんやけどね、なんかすごい悩むんですよ。長崎でしか買えないものってあるのだろうかと思って。結構お土産売り場ってさ、なんかどこでも、広島でも全然違う商品買えたりするじゃん今って。しかも物産展とかもあるし、だから、あ、どうしようってすっごい悩む。難しいですよね、お土産選び。シュボンさん、アイドルをライバーをありがとうございます。アルさん、ハートありがとう。ハングリープライドさん、ハートありがとう。ね、あ、よりよりね。そう、よりよりとか、そうだね、カステラのザラメだけ食べたい。カステラのザラメだけ食べたいだと贅沢な、贅沢だね。そう、毎回カステラになっちゃうから、広島でもみじまんじゅうを買うってぐらいの感じよ、長崎でカステラを買うっていうのは。だからもう毎回カステラになるからどうしようってなるんですよね。この前は何買ったかな、この前は博多で買いました。博多で熊本土産を買った。全然熊本行ってないけど、熊本のさ、ドーナツ棒って知ってます？ドーナツ棒のなんか塩ミルク味みたいなのがあったから、それをお土産に買った。あとなんか買ったけど忘れちゃった。なんかを買いました。博多駅に行ったら九州のもの何でもあるから。あ、そう、黒糖ドーナツ棒、そうですそうです。博多駅でね、結局解決しちゃうんだよね。お土産でしか食べないからカステラ嬉しい。いや、わかる、そうなんだよね、そうよね。私も広島行ってさ、もみじまんじゅう自分で買って食べるって機会ないから、差し入れとかでしかないから、やっぱ結局定番が一番いい説もあるよね。うーん、難しいです。五歳焼きカステラ、え、美味しい。カステラ結構どこのお店も美味しい。でもやっぱお店によって違う。五三焼きカステラも多分いろんな店が出してる気がするけど、なんかね、一個のカステラ屋さんで、カステラメーカーがこう何店舗かこう空港あるんですけど、ライバルのカステラ屋がもう大量にボーンってあるけど、その一個のお店でもまた何種類もあるのね。だから長崎行ってカステラを買おうっていう人でも、もう優柔不断すぎると終わっちゃう。もうそれだけで時間だいぶロスすると思います。もうだから目についたやつを手に取るぐらいにしないと、もう悩み始めたらキリがないってぐらいある。出来たてが美味しい。え、そうだよね、きっとそうだろうね。でも食べることないよね、カステラの出来たて。カステラランドっていうのがあるらしいです、長崎。いつか行ってみたいなと思ってる。カステラのね、商品とかなんかコラボメニューとかがあるらしい。ジロ君、お断りです。
お断り。ポテチの九州醤油。広島のスーパーに普通にあってびっくりしたの。私あれ九州でしか買えんと思ったら全然広島もさ普通に売ってるんですよ。でね、長崎のスーパーもさ普通に16タルトとか売ってるの。なんか坊ちゃん団子とかなんかそういうの売ってるんです、和菓子コーナーに。ってなって、売ってるのってなってびっくりしちゃった。まがちゃんも広島あるよ。なんかもう何でもあってびっくりしちゃうね。せんべい焼く体験ができます。すごい、新潟。去年新潟に行った時さ、スーパーに行ったのね。ココアさんと一緒にスーパー行ったんですよ。でせんべいコーナーが充実しすぎててびっくりした。なんかお菓子コーナーと別にせんべいコーナーがあった。もうそこ棚い全部せんべい、もうせんべい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 、いろんなメーカーのせんべい、せんべいせんべいとかそのお米系のお菓子とかあって、おおすごい新潟って思った。すごかった。でもそれでね、私のお母さんがそういうお菓子好きだからお土産に買って帰ろうと思ったけど、ですけどやっぱさ長崎のスーパーにどれがあってどれがないかって分かんないじゃないですか。これはだって新潟のそのバカウケとか、バカウケとかってさどこの地域でもあるじゃん。新潟限定もきっとあるじゃん、そのメーカーによって。でも何が何だか分かんないから結局買えなくて、そう全然分からんかった。何がいいんだろう、そういう時どうやって見極めたらいいんですかね。林藤代さん、マリありがとう。うん、サラダホープね。そう、去年サラダホープおすすめしてもらったから差し入れでもらいました。差し入れにあったからそれで食べました。ココアさんがラジオでボルジュクさんにおすすめしてもらったらしくて、サラダホープで新潟行ったら絶対サラダホープはゲットしようって決めてたから、そうサラダホープは楽屋でもうすぐさまゲットしました。早い者勝ちだと思ってゲットした。ご当地かきピー、いや私かきピーのさ梅ざらめ味が大好きなんです。梅ざらめ大好き。でもあれ大容量パックしかないから、ちょっと一人でいる時に買うのは危ないので、実家にいる時しか買えない。梅ざらめめっちゃ美味しいの。あれあのざらめが、ザラメンのあのザクザク感が美味しいの。わかる？わかる人多くて嬉しい。ちょっと分け合いっこしようよ。私一袋で我慢するからさ、みんなでさファミリーパック分け合おうよ。ファミリーになろう。 BGM に福山雅治さんの家族になろうよかけよう。今日の配信分け合おうよみんなで。あとはね、何が好きかな。大容量系だったらあのさあのルマンド系列の仲間のさチョコのやつ、あ全部大体チョコか、あのなんか平べったいチョコみたいなやつ好きです。伝わる？クッキーみたいな、うん、こういう こんな細長いさ、あれなんて言うんだ、チョコリエールかな、チョコリエールですかあれは、分からん。そうでした、調べたらチョコリエールでした。これです、これです。これも分け合いたい。これさ量多すぎてびっくりしちゃうから
私1本でいいからさ分け合おうよ。これこれこれですよ。これチョコリエール、これです。これ見たことあるでしょ。これ分け合おう。このブルボン系のいっぱい入ってるやつ全部美味しいからやっぱ分け合った方がいいよ。え、わかる。ホワイトロリータをちょっと買うときは緊張する。なんかお高そうに見えるんだよね。あと名前がさ、なんかこうなんですかね、名前も高級感とか、なんか手を出していいのでしょうかって思ってしまう。ルマンドとかは結構親近感って感じ。エリーゼも好き。エリーゼは白ですね。白派です。エリーゼ、エリーゼって調べたらなんか車出てきた。なーに、え、エリーゼのさ、え、エリーゼのあの箱ってなかったっけ。え、箱ない、なんか袋しか出てこん。エリーゼって袋だった。え、エリーゼって箱なかったですっけ。箱、これこの箱のさ、この箱、この箱、このなんか縦の細長いみたいな、こういう箱のさ、これで買ってた。でもあんま最近この箱見かけない。なくなったのかな。箱最近袋なのかな。ねえねえ、エリーゼの白しか入ってないやつが売ってるの。私白しか食べないタイプだけどさ、白だけって思ったらなんか寂しい。やっぱ黒があってこその白なんだって今実感してる。やっぱ私はラブ&ベリーで言ってもラブ派だけど、ベリーがいてこそのラブだと思うし、やっぱさ一つでもかけると良くないね。ね、やっぱじゃがりこもチーズかサラダかって昔さ友達と言い合ってましたけど、まあ、両方あってこそのだよね。今はもっと味が増えてるし、やっぱ初期メンバーあってこそだ。こんばんは、マリナーズさんハートギフト、ウーパーとルーパーさんハート、ダイゴローさんハート、マモルさんマリ、キングさん小判、田舎のおじさんハート、トシさんかわいいありがとう、ミキヤくんハート、ジンダイさんウマ、マチハダさんハート、シイチさんアイドル王ありがとう。え、シナノソラハの放送が始まりましたって通知来たけどさ、さっきしてなかったっけ。あれ何事。カズノシンさんハート、キングさんコバンありがとう、ありがとう、スカイホエールさんハートありがとう。アンコール、私と同じタイプかな。私はこの前配信終わってすぐまた始めちゃったけど、なんかエリーゼって調べたらさ、なんか知らないサイト開かれてた。楽譜エリーゼっていうサイト開かれてさ、お、STU 出てきた。楽譜を販売してるサイトに勝手にログインされてた。隣のトトロだって。人気楽譜ランキングの3位がトトロでした。トトロすごい。でもトップバナーのとこに STU が出てきた。花は誰のもの合唱バージョン、これは島谷ひとみさんと STU メンバー、このアルバム発売時に所属してる STU メンバー全員で参加してるんですよ。この前ね、長崎のお友達から急に動画送られてきたんよね。
だそこがさ、そのせんべいコーナーだったのね。急にスーパーのせんべいコーナーの動画来て、え、何事って。せんべいの動画って何と思って開いたら、その有線で流れてる花だれの合唱バージョンのその音声を送ってくれてて、花だれ流れてたよ、STU 流れてたよみたいな連絡来てた。せんべいのさサムネだったから、え、せんべい何と思った。違いました、これ歌ってるのって言われて、これ全員歌ってるのって言われて、そうだよって。もう絶対私の声とか探せるようなあれじゃない、30何人とかで歌ってるから声を探すとかじゃないですよ。私のパートは、たら、幸せなのに、一つの地球の上とか言ってるとこだから、もう絶対にパズルのパートを探すのは、え、パン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 も歌ってるよ私が。ってずっと歌ってます。楽譜まだ残ってないのかな。え、そう、あの締め場じゃなかったハモリの方だった。あ、ないや、多分スマホの方に入ってる、私の iPad にはない。めっちゃ難しかった、めちゃめちゃ。ビーバーさん、ゲームギフトありがとう。そう、タワーのお礼、タワーのお礼です。ご本人登場しててありがとう、ありがとうございました。なんかさ、タワーさ、なんかちょっとなんかうん、生きったわけじゃないんです。いつもカタカナでタワーって書いてるけど、初めてなんかこんなタワーとか書いちゃって、タワーありがとうございます。タワー色味かわいい、私の好きな色味、淡い色味です。ありがとう。じゃーん、あと昨日お誕生日でいただいてたタワーのあのスクショね、私がすっぴんだったから、はい、ありがとうございました。アブテツさん、いるかね、ありがとう。じゃーん、ありがとうございました。いなかったらまた見せる。コナンさん、ハートありがとう、ありがとう。昨日はこのなんかいちごとかこういうリボンとか、そう、おめでとう仕様でした。でノブさん、かわいい、ありがとう、ありがとうございます。ミキヤくん、ハートありがとう。ケンタロウカープさん、バラありがとう、ありがとうございます。ステッカー収納しとこう。ハートもありがとう。何をギフトが欲しいとかある？え、アイスオーギフト、え、そういうことじゃないの？そういうことじゃない、そういうこと、何オーギフト、オートミール王、ウォーキング王、
もうさあ、そろそろウォーキングとか歩く系走る系のお仕事来てもいいと思うんですけど、全然来そうな気配がありません。来そうにないんですよ。お待ちしています。いつでも。マー君、お断りです。あいたかさん、ハートありがとうございます。アバターどうやってゲットするの？アバターはこのルームに来て、星かなとかギフトとか投げると、でも何もしなくても、そういう手続きとかはないです。だって星とかピョーンって一つ投げたりしたら、もういつの間にか自分の手元にいます。うん、あ、市役所とか行かなくていいです。そう、市役所ってやっぱ待ち時間長いんで、そういう手続きの手間はかかりません。手間はかかりませんので、もう勝手にすぐ懐きます。人懐っこいアバターなので、もうすぐ懐いて、気づけばもう勝手にみんなのお家にいると思います。みんなのアバター変更のところにいるよ。倉敷ツーデーマーチ、何それ、楽しそう。ツーデーマーチ調べてみる、いつあるの。コアラのマーチみたいな名前。2024いつあるの。あ、事前申し込みがいるの。楽しそうじゃん。しかも名前が瀬戸内倉敷、大会終了って書かれてた。3月に行われてた。じゃあ来年のを探せばいいのか。2025、スタッフさんに言おう、お願いします。2025はちょっといつなのよ。今令和何年ですか。今って令和何年なの。令和6年。ちょっと来年の情報出てないや。うん、2025年の3月8から9の開催を予定していますって言ってる。今6年だ。じゃあ来年が令和7年。3月8から9の開催だって。第38回イベントだし。楽しそう。どんぐらい歩くのこれって。大会のテーマは、歩く喜び、触れ合う心、夢と歴史の瀬戸の道。おー、いいじゃん、いいじゃん。素敵。素敵よ。倉敷を歩くの超最高じゃん。参加したい。参加したいでおじゃる。参加コースを選べるらしい。歩きたい距離やスポットに合わせて参加コースを選びください。何、どんなんがあるの教えてよ。ちょっと教えてくれないよ。なんなん。のくさん、マリとハートありがとう。としさん、ハート。しんいちさん、いいね。あ、みうらっちさん、なんかすごいすごいレインボースターだった。さっきのすごいレインボースターくれてた、ありがとう。 G2 さん、ハートありがとう。けんじさん、レインボースターありがとう。こんばんは。あ、わー、すごい、5キロ。うわやばいやばい。無事です。どんなでした、大丈夫だった。私の親指、足の親指の爪ドアップだったりしたかな。私ちょっと親指の爪今ちょっと汚いけど大丈夫ですかね。木目が見えてた。あ、床のですか。床見えてた。
どんなんだったか気になる、ちょっとわからん。床見えますよ。でもさ、ちょうどさ、なんか今でもさっき汗拭いたティッシュみたいなのが落ちてたいやん。フライングしたおもろ。大丈夫でした。あのね、この充電器があるんですけど、これがピョンって足に当たって抜けちゃって、それでスマホスタンドがこうバランスを崩して、これで多分バランスを取ってたんですよ、左右の、あのスマホのこう、スマホの真ん中をこういう形で止めてるから、この左右のバランスが崩れるとこうやってグランってなっちゃって、でそれで今はちょっと大変なことになりました。恐ろしいです。てつちゃん、ハート、パパパンダさん、かわいい、ありがとう無事でした。恐ろしすぎた。ちょっとメイク道具とか今ソファーにさ、すごいあのいろいろ置いてる状態だったから恥ずかしい。大変って言ってた確かに言ったかも、大変って言ってみんなが木目見てる時にすみません、心配かけて。全然何も大変じゃなかったけど、多分とっさに出たんでしょうね。良平さん、お断りですこのタイミングで休校してくるのやばい、ありがとう。すごいね、どういうルートでスマホがこの私の足の親指に落ちてきたか気になるもん。しいちさん、ハートありがとう。好みの床だったかもしれない好みの床でした。本当私この床結構あのちょっとどうにかリフォームしてくれんかなと思ったけど、まあちょっとなんか木目を落ち着かせてこうね、こう白っぽい木目な感じにしてもらえたらって思ったけど、そうやって言ってもらえたら住みがいがあります。たかしんさん、バラ、ひろさん、花束、キングさん、小判、ありがとう。みきさん、マックスさん、マリ、みふねさん、かわいい、ありがとう。みきやくん、ハート、おみかんさん、回復薬、ありがとう。ありがとうございます。床板配布イベント待ってます。 AKB 劇場じゃないので私 AKB 劇場のやつ見たから、床ご自由にお持ち帰りください。見たよ、初めて見る日本語すぎたんだけど何あれ、私も欲しいよね、売ってほしい床、私はもらいたいです。それでその倉敷の歩くイベントは5キロ、10キロ、20キロ、40キロあるらしい。でもその40キロのやつが和集山まで行くらしい。あの私がロケであの行ったさ、あのあれバンジージャンプのところ、和集山、和集山の地域を歩くコースもあるらしいです。5キロコースかな弱気。でも倉敷だからさ、5キロコースが美観地区だよ。美観地区行きたいもんね。でも10キロもいいな。10キロ結構ありそうだな。10キロやっぱ5キロかな。20キロも結構だな。結構ですね、こりゃ結構長距離です。お寺とか神社とか巡る系みたいです。やっぱ美観地区かな。
ちょっとこれスタッフさんに教えよう、こんなのあるらしいですよって。3月って忙しいよね、毎年3月バタバタ時期だったりするよね。どうかな、汗はかきづらそうだね今んとこの STU のスケジュール。なんか入ってんのか、今んとこは何もまだないけれど、8周年が20日にあるから絶対レッスンとかね、リハーサルとかに追われてる時かな。今日はパセリレッスン休みです、お仕事です、ウォーキング行ってますとか言えるのかな。パセリは今日倉敷でウォーキングしてますって言われるか、ちょっと寂しい。ちょっと誰か他にメンバーも入れたいですね。参加したい、楽しそう。他に歩くイベントあったら教えてください。瀬戸内を歩くイベント募集、募集です。瀬戸内ウォーキング、イベント、検索。お、9月14日にある尾道から広島までの120キロを32時間で完走するみたいな、すごっ。瀬戸内ジャーニーウォークっていうのがあるらしいです。すごいね、120キロを32時間だって。でも呉から広島までの30キロのコースもあるらしいです。あ、でもエントリーは多分終わってる、エントリー終わってます、8月まででした。エントリーは早割期間の4月がお得、ペア割もありますって書いてる。120キロどんぐらいなの、どんぐらいなのって、もう尾道までか。言わなくても尾道までって書いてましたね。広島市から尾道までが120キロだと言われたにもかかわらず、私はどのくらいなのとか意味わかんないこと、めちゃめちゃ遠いじゃん、恐ろしい。参加費用1万2000円だって。1万2000円だってよ。キングさん小判ありがとう、しんちさん小判ありがとう、あ、小判くれ、参加費用ですか、もしかして。参加費用ありがとう。いや待って、早割の一般で1万5000円で、通常の一般で1万7000円でした。わお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 。参加賞は大会オリジナルの光るバッジ。ちょっと気になる、こう光る系とかってやっぱワクワクするからね。わお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 。でこういうのにメンバーと歩くの好きなファンの方とかいたら、一緒に参加したらこの地域の貢献にもなると思うんですけどね。でもさ、もしさ、もし一緒に歩くってなったら32時間ずっときつい顔とか、もうアイドル顔でずっといないといけない、もう弱音を吐けない、あーもう足がーとか言ったら心配かけちゃうから、もうずっと強気でいないといけません。やばいね、ねもういつの時代っていうようなアンチが来ました。 AKB 卒業した方がいいよ、私 AKB さんじゃないから、やばいよ。ねえ、あなたはやばい、
ワクワクしちゃう、こういうの来たら。何、乗り込んでこないでください。こんなにさ、私のことが好きっていう人の中によく乗り込んでこれましたねって。で、よくなんかアニメとかで見る典型的なアンチの例文みたいなの送ってきた。さようなら、さようならです。それでダメージを受けると思ってる時点でもうあなたの負けです。さようならです。ブロック、バイバイ。とても傷つきはしないけど不快な気持ちになったのでさようならしました。すごい、いつの時代っていうようなアンチ気持ち。バイバーイ。しかも小豚って言われた小豚って言われました。小豚だって、食べなって、焦げてるから食べなって言われてるよ。小豚ってさやばすぎる。小豚に失礼だよね。そんな、うん、確かに豚とかじゃなくて小豚僕のことかもしれないワイは大豚ね。そう、小豚、小豚カバイみたいな。本当ですよ、豚って体脂肪率低いらしいからね。豚は実は悪口じゃないんです多分昔だったらこういうの来たらこうなよなよしてたんですけど、なんかもう関係ないよ、関わらなかったらいいのにね。わざわざルーム開いてそうやってね送ってきて、しかも一個投稿した後すぐ次の文来たから、多分こうやってコピペして用意してたやつをコピペしてピッピッピッって貼ってると思ったら、もう人生の時間さあ無駄にしすぎでしょ。ダメージ受けてる人はもらえない本当これコメント欄みんな多い。フィリップさん、バラ、焼き豚アイスさん、お断りです。やばいよ、盛り上がっちゃった、大盛り上がりね。かまってほしかったんだろうな、申し訳ないわ。なんかそういう構いがいのないアイドルで、人生において無駄な時間だと思うのでね、更生してくれることを願います。すごいね、多分他のルームにも現れると思うからみんなで守ろう。なんかさ、若いメンバーとか3期生とかのメンバーのとこ行ったらもしかしたら真に受けてさ、こう落ち込んじゃったりしてその子の今後のアイドル人生とかにも関わるかもしれないじゃん。今は私元気なメンタルだから今こう来ても何もダメージ受けなくてなんだと思ったけど、私がさ今めちゃくちゃメンタル落ちてて、ああもう私ってダメ人間だみたいな思ってる時にこれ来てたらもう多分泣いてたよ、涙が流れてたよ。そうそう、些細なことがダメージになる時あるから。え、スクショ撮っとけばよかったな。それでマネージャーさんに送ってショールームの運営さんに提出してもらったらよかった。失敗した、ブロックしちゃったからもう見れなくなっちゃった。他の子に行っちゃったかも、私がここで食い止めるべきだったかも。後悔後悔、人生の中でいらない後悔を今しています。食い止めたかった、次もしそういう人来たらあれしよう、スクショ撮ってアカウント調べてもらおう。ミューラッチさん、守りたいこの笑顔ありがとう、守ってください。私もうこんな感じだけどさ、なんか言うときはちょっと心臓バクバクするの。自分が悪くなくてもやっぱりこういうさ言いたくないじゃん人に対して、めっちゃ心臓バクバクだった。
俺がだってなってるうちに先に行け、ここは俺に任せろ、人生で言ってみたいセリフ。私がじゃあ次そういう人来たらそれ言う。ダサいかも、でも声が震えてダサいかもしれません。でもさ、ここは俺に任せて先に行けとか言ってさ、もうすぐ倒されそう私、激弱だから。なんだあいつって思われそうだよ。おみかんさんかっこいい、しんちさんかっこいい、ありがとう。最新型ポンコツさん、としやさん、バラ、じつさん、ハト、ありがとう。まこばやさん、アイス、キングさん、小判、ゆたパパさん、ラブレター、ありがとう、ありがとう。でもアンチするんだったらさ、もっとちゃんとグループ名ぐらい知ってもらいたかったね。悔しいね、 STU が知られてないっていうことなのかな、悔しいね。それもあれかな、私の今日からさ、ショールームのトップ画像が変わったから目についちゃったんかな。あ、バニラアイナになったから。そんな理由？それもわざと言ってるの？え、反応してもらいたいからってこと？かわいそうな人生だ。もっとね、楽しいことで反応するのにね。アイス食べたよとか言ったら、何食べたのって反応するのにね。つんじさん、かわいい、ありがとう。そうだね、話切り替えましょう。もう本当だよ、この私のルームの今5分以上あの最悪の人に取られた。はい、編集点、編集点、今日散髪してきたよ。いや、これでいいです、もうこういうのです、私が求めて。散髪してきたよ、どうだった、完成は満足ですか。ゼータン、アイス、ありがとう。ゼックさん、マリ、ありがとう。読売巨人軍さん、バラ、ありがとう。焼きそばうまかった？あ、本当？いや、こういうのです。あ、散髪したい、あ、願望も送ってくれて。参拝してきた、私絶対これで思い出したでしょ、私のこの編集点で思い出したでしょ。おー、ビールうまかった。だって尾道から広島って距離もだけど坂もあるから大変。確かにそれは考えてなかった。しかも120キロってさ、なかなかの距離じゃないですか。何歩ぐらいになるんだ120キロって。調べましょう、調べちゃおう。120キロ、120キロ何歩、何歩、まあ人によるよね、人によりますけどね。どれくらい、1キロ歩くと、ん、1万歩で6キロ。待ってね、1万歩で6キロだって、やめて、もう計算したくないぞ。1万歩で6キロってことはちょっとやめません、調べるの。とんでもないってことがもう分かった。私が普段3万歩とか言ってるのは18キロぐらいってことが分かった。まあ、多くて20キロ、私がいつも歩いてる20キロと思ったら、その6倍ですか、6倍ってことは18万歩、18万ぐらい歩くということでよろしいですか。やめましょう、やめです、やめ。すごい、参加しないことにしました。いや、さっきさ、120キロのやつと30キロの部があったんよ。で、いや、30キロの部、え、そんな
60キロでもないんだとか思ったけどさ、30キロでもなかなかでしたね。呉から広島までなかなかですね。うん、ちょっとやっぱアイドル踊るから足腰は大事にしないといけないから、ライブ前とかは危ないかもね。ガバイトさんありがとう、マケトモさん、レインボースターありがとう。いやすごい、しかも時間制限とかあったから、はあ、やっぱ自分のペースで歩くってのが大事だね。いや確かに走り切った、間違った、歩き切ったらこう言えるよね、自己紹介とかでも。でもきっとさ、自己紹介で120キロ、完走じゃなくて完歩しましたとか言ってもみんなピンとこないから、おーしたいけど、いや120キロは歩けるぐらいなんだって思われそう。歩けるぐらいなんですね、うーんぐらいに思われそう。悔しいねそれは。マラソン勢の俺は湧きます。湧いてくれるの？なんなら一緒に歩きますか？ロードバイク、ワイの最高、1日300キロ。え？その4倍ということ？え？いやそうよ、愛知はマラソン出てましたもんね。いや前にさ駅伝出た時もずっとカメラに映ってたから、顔をずっと笑顔ですね、こうやって顔を疲れた表情を出さないぞっていう気合で走ったんですよ。それでも相当きつかったから、120キロはやばい。やばいですか？すごいな、やっぱりいっぱいテレビとかでさ、よく24時間テレビとかで走ったりしてる方ってすごいな。ゴンベンさん、天女ありがとう、キングさん、小判ありがとう。え、120キロか、1200じゃないか、300キロか、1200キロかと思っちゃった。120キロか、だからいけそうではないけど、ロードバイクで300が最高ってことは、ウォーキングだともっとやばい。でもすごいね、ロードバイクでも300キロ。カズナシンさん、尊いありがとう。私が1200と勘違いしたから120キロがちっぽけな感じになっちゃった。ねえ、桁が違うかったからさ、なんかちっぽけみたいになったけど、全然そんなことないのに。同じところ走るのはしんどい。いやそうだよね、景色が変われば結構違うだろうね。また運動場ばっか走ってるとかはきついもんね、運動会とか。マミちゃんハートありがとう。ちゃんぽんと皿うどんの二択はどう選んだらいいですか？とろみが欲しかったら皿うどんでも、とろみいらない、さっぱりあっさり、あっさりでもないけど、とろみよりも麺の勢いを感じたい時はちゃんぽんです。ちなみに皿うどんは太麺がおすすめです。
細麺だとちょっと顎疲れるので私は太麺派です。太麺皿うどん派。ちゃんぽんでもあれさ、ヘルシーそうに見せて結構がっつりですよね。ね、具沢山だし麺も結構ボリューミーだし、麺の太さもあるし量もあるし、ちゃんぽん、うん、細麺食べると顎が痛くなるの私。だから太麺派。お酢もいっぱいかける派です。お酢0歳から6歳の全園児の前で一人で劇する。一人で劇って何？え、一人で劇見たい。一人で劇とはお手本みたいな。気になりすぎる。一人で何役もやるってこと？大変、大変すぎ。保育士さんって劇もやるんだ。劇、ソロコンなの？ソロコン、じゃあソロコン開催ってことか。2024秋ソロコン、すごいじゃん。人形劇？じゃあ声とかあれか、キャラクターに合わせて声を変えたりするのか。大変。セリフ飛んだらもうパニックになっちゃいそうだから落ち着いていこう。セリフが飛んだらもうアドリブで作る。0歳、しかも0歳ってさすごいね。0歳から6歳、やったことないわ。一人劇とか幼稚園で初めての役はカラス役でした。カラス役とかあるん？何の物語で？私は劇とかはなかったんですけど、なんか発表会、お遊戯会でおてもやんを踊りました。あんたこの頃嫁入りしたではなんちゃららみたいなやりました。ここに赤い折り紙貼って、丸い折り紙貼っておてもやんした。あとおこと引いた。じゃんじゃんじゃんじゃらら、本当だ、もう気づいたら本当ですね。90分配信してる。今日夜ご飯食べに行ったお店がさ、90分で混んでる時は90分で帰っていただきますみたいな張り紙されてたもん。やばい、もう私お時間でーすじゃん。じゃあお時間でーすしようかな、剥がされようかな。うん、食べ放題じゃない。今日カフェで夜ご飯食べたんですけど、そのカフェの入り口に混んでるお時間は90分でって書いてた。その90分もいなかったですけども、やっぱ長居する人が多いんだろうね。私さん、アイスありがとう。それじゃあ壇上読んで終わろうかな。なんか今日はすごいボリューミーな一日の配信だったな。なんかいろいろ喋った、いっぱい喋りました。うん、はあ。ふーたんハートありがとう。おみかんさんお疲れありがとう。ひろさん、まり、あしーさんゲームギフトありがとう。良平さん、コアンありがとう。あ、延長料金くれた、ありがとう。秋竹城さん、ハートありがとう。みんな今日もありがとう。みんな優しくしてくれてありがとう。みんなが味方でいてくれて心強かったよ。今日も本当にありがとうございました。あ、ラジオもイモステレビもありがとうございました。明日は23時から RCC ラジオ STU48 のチリメンパーティー放送日ですので、そちらもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ノブさんお疲れ。右田ピポさんアイスありがとうございます。それじゃあ壇上タイムいきます。13位カメさん、12位ブルーマンさん、11位ジンダイさん、10位ノブさん、9位しんいちさん、8位カズノシンさん、7位ウソナコさん、6位シゲさん、5位山猫坊主さん、4位コウジさん、3位 Z さん、2位ミューラッチさん、1位 G2 さん、ありがとうございます。ありがとうございました。それじゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。みんなアバターゲットしてくれてありがとう。それではみっちお断りです。そらすやかさん、りょうへいさん、ハート、さゆってさん、ラブレターありがとう。ろう人形さん、小判ありがとう。延長料金かなありがとう。さとこさん、ハートありがとう。りょうへいさん、ハートありがとう。締め切り締め切ります。ありがとうございました。ありがとうみんな、みんなありがとう。今日も優しくしてくれてありがとう。また明日、またね。ありがとうございました。